シツ、死ぬなよ。誰に言っている？さあパーティーの始まりだ。こんにちは、アルです。今回ですね、新キャラのルルーシュ&シーツ使っていくんですけど、いやもうこれめちゃめちゃイラストがいいよね。まずすごいすごいいいんですよ。で武器もね、これギアスの力というなんかすごいめちゃめちゃかっこいいマーク、なんかねこれもよくよく見てみたら、なんかすごい奇抜すぎるデザイナーが作った便座みたいな見た目してるんですけど、いやこれギアスの力めちゃめちゃいいイラストだよね。でちょね、さっきめちゃめちゃびっくりしたんですけど、これ見てくださいよ。これメールのところにね、これもうこれこのカバオちゃん、なんでこのカバオくんの彼女みたいな人いる。それじゃあですね、早速こんな感じのパーティーで新戦士遊んでいくんですけど、でまずこの子離脱します。あそうだ、パーティーの継承の紹介しとこうか、忘れる前に。継承がですね、左からこれ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 、オッケー、大王はない、いきます。でこれどうしようかな、まずルルーシュ C2 から打つべきかのがわかりません。あ、これ演出つけてないわ。遅延もあるんですよね。そうなんかね、遅延もしつつなんかヘイストもできるみたいな、なんかねダイソーみたいななんか性能してる、なんか何でも揃ってますみたいな。えこれって誰に言っている、なんかこれなんだ、これなんかわかんないけど使っとくか。使ってでこれ打っちゃいます。私にも教えて。打つけど、まあミスだな多分。まあいっか、適当に行きます。こうやってそこ毎回 HP1 になっちゃうんだけど、その代わりに全員の上限値を跳ね上げてくれるっていう、そういうね優しい心の持ち主みたいな感じの性能してる。オッケー、これってもうちょいやめほしい場面に。まあいいでしょう。回復ネイル字組みながら T 字も組んだり、無効貫通も組んだり、ラジバンダリって感じ。さあここで組んでいきます。このパーティーって指長いのかな、皆さんこのパーティー指長いか長くないかだけね、なんかすごいメモ帳にメモっていただいて、なんか今後の試験に生かしていただきたい。またこれやばい、回復がすげえある。なんかぐちゃぐちゃじゃない、すごいぐちゃぐちゃだったんだけど、なんかね一発目から切った目パズルをご披露みたいな。これで回復がまあ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 優しめですよね。なんかすごいソフトタッチみたいな、なんかねあのお母さんの優しさみたいな、そんな感じの軽くしてたんだけど、ちょっと待ってみんな、ちょあの一発目あのすごいね、なんかうんちを見せびらかす大会首席卒業みたいな感じのパズルしちゃってマジ申し訳ないんだけど、こうしよっかな。あ、なんか今日パズル下手じゃねえ。オッケーさ、今日めっちゃパズル下手しそうだな。まあいつもパズドラねやってないからみたいなのもあるんだけど、まあねこれ一回軽く見ようか。よーし、カウントカウント。さあ初手カウント決まりました。まあ初手じゃないんだけど、まあ2手目でカウントできたから、まあ実質初手みたいな、なんか薬分とか死者誤入したらまあ初手でしょう。うん、いいね。うん、これ打ちます。あの人いつ帰ってくんだろう。坂井雄二がいなかったらね、ちょっと不安な感じの気持ちが溢れ出て思いが止まらないんですけど、ここでこう組んじゃいます。これいい、待ってね、すごいめちゃめちゃ広がってる、マジめちゃめちゃ広がってる、僕の友情並みに。 OK、 これでいいね。さあ何度でもカウンストしますよ。これ毎ターン50億出んのめちゃめちゃ楽しいんだよ。素敵だね、めちゃめちゃ素敵ですよ皆さん、ガチ素敵、すごい素敵。なんかもうこんなに素敵だったらね、なんか僕の力でワンチャンスマップね復活できるんじゃないかみたいな。とこれいつ死ぬのよ。よっしゃ、どうしようかな。なんか闇少なくない、なんか闇のね、なんか過剰在庫じゃないみたいな、なんかあれかな、闇がすごい人気なのかな、うちの看板メニューは闇ですみたいな、なんか全然在庫がないんだけど。 OK、 こんなんで。さあいいね。さあこれ毎これ回復エルジ誰持ってんだろう。あるない、なまあまあある、結構ある。で今回ね、戦術のボスがあれじゃないですか、なんだっけ、超追い打ち必要なんですよ。このアーニャが固定300万しかないんですよね。で相手あの裏千住のボスなんだっけ名前、選挙あの怪力、メガ怪力ぐらい手があるあいつなんですけど、あいつが超根性の時にあの1000万ダメージいるんで、このねあの超追い打ちの武器つけてきた、あのルルーシュ&シーツ一番右側かなのやつつけてきた、これ木の無効貫通も入れちゃおうか。全然誰も貴族戦持ってねえんだけど。ね、来ました皆さん、これ殿下の方とバカデカ回復 LG。 OK さ、なんでもう一個回復の LG 組んじゃったと、なんか俺だけじゃなくてこいつもカンストさせてやってくださいみたいな、ごめん何言ってんのか分かりません。 OK、 これでハムまで行けか。 OK さ、優しめ、もうすごい優しいな、もう誰にでも優しいみたいな、八方美人みたいなね。ヤマタのオロチはねこんな絶妙に残る、この一方ブスがガチで、なんでこんなに軽く入んないんだろう、僕のこと嫌ってんだろこの一方ブスマジで。どうしようかな、ここでこう組んで、
海空の N 字組みたいんですよね。毎ターンこれこあんまないのかな、このパーティー。いいね、なんか海空の N 字がなんか2個も入ってすごいお得感エグいんですけど、なんかねコロコロコミックの付録みたいな。あ、そういえばさ、この前さ、またこれ結果なんで大丈夫かな、危ない、ギリギリ耐えました。 OK、 これ打つ、シーツ、これ坂井裕二も打っちゃおうか。誰に言っている、うん、君を守るための戦いを始める。坂井裕二もね、一応無効貫通あるんですけどね、まあ50億だったらあんまりなのかな。なんかもっと上限解放した方がね、なんかあれなのかな、なんか世界は平和にみたいなね、アーニャを知れば世界は平和にみたいな。一応ね、今回のパーティーね、アーニャ入れてるんで、これでいいかな、いいね。アーニャは、あー無効貫通ないんですね。ただ冬と10級あるんで、この子もね火力ラフには知らないけど、すごい顎が痒いな、うちで。なんか皆さん、顎を描いてもいいよって、僕の顎を描くバイトしてもいいよって方いたらね、あのよかったらあのご紹介していただきたいんですけど、3回まで来ました。こいつって確かクソじゃなかったっけ、闇属性のパーティーで行くときは。だよねー、やばって、これやばいわ、ガチで。みんなこれなんか裏たまっちゃいました。しかもアーニャの裏たまりました。これやばいです、これガチやばいです。これリーダーチェンしてしまうんですけど、これまあ一旦これ打つしかなくて、私にも教えてほしいわね。でルルーシュ &C2 打ちます。 C2 待って、これルルーシュ &C2 の時こいつだけが外れなんじゃない、もしかしてね。あのこのパーティー使う時、いやその可能性がすごい、こめかみを刺してくるガチで、結構殺傷力高めだなこれ。もうどうしようもなくないですか。あ、ここはこうしといて、まあこんなんでいいや。 OK、 これでこうめちゃめちゃ木属性ね、どんだけ降ってきてもいいよみたいな場所があるんですけど、あーいいね、ちゃんと木が落ち込んでくる。これどれぐらい削れます、あーガチーガチ、小豆バーの親戚だろこいつ、硬すぎガチ。国譲りありがとうね、なんか国譲っていただきました、ありがたいね。なんか結構ね、なんかメルカリで売ってたんですよ、この方が、この大国主。なんかね値下げ交渉ね、あの応じてくれました、ガチ優しいよね。でどうしようかな、ここいっぱい回復組むしかないですよね。回復いっぱい組むだけ組んどいて、うん、よし、闇を5個以上つなげてればいいんだもんね。これ耐久できるかですよ、問題は。一応ね、なんだ、軽減ループもあるからワンチャン耐える。これ耐えなかったらおいらびっくりびっくり、ガチびっくり危ねえ、ガチ耐えました、無理でした。さあコンテしてきましたよ、まだ参るね。まあちょっとごめんなさい皆さん、ちょっと頭皮がかゆい、すごい今ね、頭皮がエグザザバカガス。さあ日本語学びたいな。ここで無効貫組んで、うまいね。でここで回復 L 字組むで、さあさっきこのカットを挟んだ間に、僕ねちょっと皆さんにね、これちょっと言うか言うべきじゃないかちょっと悩んだんですけど、あの夜ご飯食べてきた、いやガチね、もうすごい食べて、でね、なんかなんていうの、ペッパーランチ的なものを食べてきたんだけど、あれですね、なんかすごい、あの僕の下の歯にえげつないぐらいネギが挟まってるっていう。あのさっきトイレ行った後手洗いながらね、自分の顔を確認したら、なんかね、あの僕の下の歯になんかすごいワンポイントアドバイスみたいなやつあるなと思って、なんだろうと思ったらネギでした。なんかすごいアクセント効いてる、すごいなんかおしゃれだよねこの今この僕の歯、マジでこうチラッと見えるネギが今日のワンポイントみたいな感じでさ、なんか目覚ましテレビとかで紹介されたい。どうしようここ、こうくんどくかね、まあいいんじゃないこんなんで。なんかさっきからね、木属性をめっちゃ適当に組んでるんですけど、まあいいでしょうよと。さあこれね、あのルルーシュがこれジン倒せか、怪しいね。オッケー、ちょ火力があんまないんだなこのパーティーね、なんでこんな火力ないんだろう、優しいな本当に。これって死ぬなよ、そうだからこのルルーシュがこれ普通にジン作るだけなんですよね。だから闇を何個作ってくれるか保証がないんですよ。だから76にすることによってこの毎ターン、まあ無効貫は組めるようにさせていただいてるみたいな、そんな感じです。これでいいね、うまいね。でこのパーティーをさ考えついた時に、いやこれめちゃめちゃパーティー考える天才かよとか思ってさ、まあ一応 YouTube でも見るかと思って、みんなどんな感じのパーティー使ってんだろうと思って、で検索したら一発目にこのパーティー出てきた。すごい量産型パーティーなんだけど、いやすごい、渋谷に行ったらこのパーティーいっぱいあるみたいな、めっちゃ量産型のパーティー作っちまいました。いやガチ申し訳ない。でルルシー2、
死ぬなよ。酒井雄二もいっとくか。ここ一旦あの手羽角じゃないわ、体育エルジーじゃないわ、あの L 字組はさ、すごい何を言ってたんだろう僕は。ここの真ん中のルルーシュにこれつけてるんで、あ、今キドロップでもいいのか。じゃあキドロップで組んでいきましょう。組んで、で闇も組めるなら組んどきたいよな。なんかわかんないけど、なんかできる限り組みました。これでよし、いいんじゃない。なんか回復力も上がってる。なんでこれ誰か回復力上げるんですか。うわ、ルルーシュ&シーツ上げんのかよ。早めに言ってくれガチで。なんでそんなね静かで黙ってたんだ君は。もっとなんかね、いや私のチャームポイントはあのこれ回復力も上げれることですみたいな言えばいいのにマジで。これ打つ。シーツ死ぬなよ。アーニャ打つか。アーニャ打ちます。反乱軍は殲滅。さあやばいね、あのスパイファミリーのアーニャもね、なんかすごいあの思春期を迎えたらこんなこと言っちゃうんでしょうか。反乱軍は殲滅するみたいな、どういう世界線。ここで回復エルジを2個組ませていただいてありがとう。こんなんでいいや。よっしゃ、これでいいね。これ倒せっかな。これ一番右の方、服部半蔵倒せます。いやさすがにこれ倒せなかったらオイラもびっくりですよ。危ねえ、ガチ危ないわ。よし、5階層まで来た。来たぜ。このなんだっけ、あ、これ76じゃなくなるんですよ。ここ皆さんお待ちかね、これ76番面じゃなくなるようにしていくんですよ。どれだ、どいつですか。光のやつかな。うん、最悪。これどうしようっていうね。これをマジどうしようって悩んでました。これ打つ。だからね、まあ最悪闇作んなかったらみたいな感じで考えたんだけど、危ないね。あるね。じゃあある時は、じゃあある時はっつったらね、ある時はおじいさんはみたいな感じで、なんかすごい昔のことを語りそうになっちゃうんだけど、ある時はこれ闇の T 字と回復の L 字を組んでいこうか。OK。 回復力はちょっと乏しいなこれ。そう、なんか回復力には自慢がありますみたいなことさっき言ってなかったっけ。なんか回復力はすごい優しいんだけどマジでね、すごいなんか抱きしめてあげたくなる回復力。これ打つ。シーツ死ぬなよ。で闇あってくれ。あるね。いや素晴らしいですよこの闇の量は。これ無効感組もうかね。回復のこっちだわ。皆さん申し訳ない。こうかな。うわー、これこうか。うますぎるんじゃない。さすがにね、めちゃめちゃなんかいい感じにスペースを余すことなく組んじまいました。愛妻弁当みたいな組み方しちゃってね。いやこれはさすがにイケメンかもしれません。しかもなんか絶妙にこの残る感じがなんかめちゃめちゃいいよね。すごいマジでなんかヤフーニュースとかに載ってほしい素晴らしいガチで。これ闇あるか。死ぬなよ。あってくれ。危ない。オッケー、さっきからめっちゃ闇が多いな。なんでこんな闇あるんだろうずっとね、わかんないけど。うまいね。いいの、うまいのか。うまいね。よってこれでよし。でここで闇のやつをちょっと削れるんですよ、さっきとは違って。そうそうそう、こう絶妙に残ることによってここで一回ブチ切れですよね。そうそうそう、でここで闇がなかったら積みますよ。ここで闇がなかったらもう人生積みます。オッケー、これ打ちます。絶対闇あれ。これ闇ないとかガチありえないからね。あ、ある。ここはないって言いたかった。すごいなんかお笑いを知らないドロップがマジで。ここはなくあれ普通に。ここあいいね、これでよっしゃ、これで倒したでしょ。ここ足りか。危ないね、結構ギリギリよ。赤いクルクは素敵、倒せました。危ない。オッケー、さあ倒せた。で盤面の縮小も帰ってくれ。6階様で来ました。オン来ました。お前のオフの日教えて。さあ盤面書いてきました。でこういう先打ちだね、こっちで酒井雄二を後から打つことによってこいつの上限値がちょっと上で上から目線。オッケー、これでで今相手がマシンタイプ半減をしてきてるんですよ。だからちょっと左からマシンタイプ誰持ってるか確認しようか。見ます。あるないない、あるなななないない、ルルーシュないんだ。マジかよ、絶対あると思ったわ。だからある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 ってめっちゃあるみたいなことやろうと思ったらね、なんかめっちゃあったわ。なかったわ普通に。ないのかよね。ないんだったらなんか先に履歴書で書いてほしかったみたいな。こんなんでいっか。体育のエネルギーも組みながら体育のやつ消しもいっぱい入れたんで、これは回復力も素敵ですよ。わー、トゲ目覚めがすごいいやらしいぜガチで。半分くらいいける。いいね、ジャスト半分過ぎてちょっと怖いです。いやこれちょっと怖いわ逆に。
全田マカロカカシャ、なんだこれ、すごいわけわかんないこと、あーすごい全部わかりません。こんな一瞬であの文字全部読み切れっていうのが無理。これって、あ、なんか闇がなんか固まってる。これは闇じゃない。おめっちゃ木ドロップ、これ全部木。これここはまあ回復なんだけど、じゃあ暗闇に怯えなくていいってことか。いや、よかった、暗闇に怯える人生なんて真っ平だぜガチで。ここにねじ込んで、うん、いいんじゃないこんなんでね。これでよっしゃ、いいでしょう。これで回復のねじ込んだっけ、忘れた。オッケー、これでいいね。回復の打ち込みが素敵すぎる。倒せっか。なんでなんだろうね。避けろ、ガチ避けろ、避けろ。危ねえ、ギリギリ耐えました。これ打ちまーす。で、いや危ないね、あそこからギリギリ耐えられることってあるんだ。HP1 でギリギリ生き残りました。マジ危ねえ。じゃあここで無効感組んで、わー、これどうしよう皆さん。あ、すごい回復はめちゃめちゃある。すごい今回復のバーゲンセールかな。ここでこう組んで、あ、いいんじゃない、なんか木の L 字も入れちゃってね、なんかすごいおしゃれみたいな。 OK、 これでうまいね、ガチうまい。あの1日のあのコンテ無料が終わったんですけれども、あの広告でねコンテ無料になるの2回までなんで、でも2回コンテしたんで、あのもうこれ以上負けたらね、なんか僕の人生終わりですみたいな感じになってるんだけど、いやマジ危ない、これどうしよう。危ない、耐え切ってる、撃っちゃうじゃないですか。死ぬなよ。最後にマジイラストがいいわ、マジですごいイラスト。これさ、コードギアス一応見てるからあれなんだけど、いや見てない人もね多分これはイラストいいねみたいな感じになってると思う。いやガチイラストいいよなこれ。さ、ゲップです。ここにぶち込んで、なんか木が本当に全部つながるんですよね。いや一個だけ残ってる、なんかねすごい友達の輪に入れなかった一人みたいな、学生時代の僕かな。これで倒してくれ。硬すぎるんですよさっきからなんでこんな硬いの、ずっとなんか硬すぎない敵ずっとね。危ない。当たりだねこの敵は。多分光のさ、光じゃねえわ、なんだっけ、子供に死ぬやつだったっけ。いや光だったっけ、折り紙だ、折り紙、あの光属性ですね。ここのやつで何属性が来るかわかんないんだけど、この木属性のやつかで、水属性のなんか子供の日のやつかで、なんだっけ、あの折り紙かみたいな感じなんだけど、いやこう折り紙来てたら完全に積んでました、マジ危ない。これであいつワンパンしないとダメなんだけど、さっきからのね火力の感じ見る感じ、こうワンパンできるわけがないっていうこのパーティーで絶対できないやろ。これで行ってくれ、10パンまで、いいね、さすがにいける。追い込みさ、部活かな。怒り枝来ました、自然部主将。これ打つ、さあ全員の上限値を下げられたもん、全員の上限値を上げるというね、すごい完全なる無敵。ここに組んでいこう。これ指何秒なんでしょうねこのパーティーね。皆さんなんかよかったら指何秒かあのお調べいただいて。これ回復がさ、マジありすぎなんですよ。こんな回復いらないよって、こんなに回復あっても人生困りますよって。これで無効感組んでた、いや組んでたよねさすがに、行ってくれ。いやいいね、これアーニャもちゃんと完走してんのがいいんですよ。これね武器でさ、今回なんだっけ、あのマスターガンダムの武器だからマシンタイプと、なんだっけこれ、攻撃キラーなんかあるんだけど、で、いやいいね、ここ牛飼いの祈り、なんか祈ってる。これってシーツからの坂雄二打ちます。いやいいね、あるか、あるね、素晴らしいですよ、ガチブラボー、これはさすがにブラボー、長友もびっくり。ここにこう組んで、うまいね、よし入れます、ここに、よし、こんなんでいっかな、こうしよこっか、よし、これでいいね、うまいんじゃない。あ、これ回復ね、組むべきだったかな。いやまあ大丈夫か、すごいバカでか回復が来ました。これで半分までいってくれ。火力優しくない、すごい火力が優しい、ガチでこんな回復力が、回じゃない、攻撃力が優しいなんて全然いけなかったんだけど。うわやば、みんな待って、腕がかゆいと思ったらさ、なんかすごい松ぼっくりぐらいあの腕が腫れてるんですけど、いやマジ蚊に噛まれたんですよね昨日、マジめちゃめちゃ痛いわ。これでいっか、よし、こんなんで OK さ、もう完全に超追い打ちだけで突破するぞというそういう強い感じの感情が溢れ出てる、行ってくれ。よしいいね、これちょっと削りで、これもう破壊するか、いやさすがにね、よし行った。なあ吸収はなんか関係ない色関係ありあり、関係がありすぎる件についてはどうお考えでしょうか。これアーニャ打つか、アーニャ打ちます。
反乱軍は殲滅で、これって次は関係ないやつ来てほしいです。じゃあこれってよし、名倉潤します。名倉潤いいね、これなかなかいい感じの名倉潤ですよ。これ今まで僕もね、なんか数々の卒業生たちの名倉潤を見てきたけど、いやこれはマジトップレベルの名倉潤。なんかちょっと待って、これやばいね、すごいなんかつながりそうってか、回復の四つ消し入れようと思ったらなんかくるくるみたいな感じになって、わけわかんなくなりました。人生楽しい。これなんか関係ないの、関係あるね。待って、関係あるのしか来ないんだけど、さっきからなんで。これ撃つ、シーツ死ぬのよ。こう火力出さないように調整するわ。ここ闇を5個以上つなげてたらいいのか。じゃあこれでもう適当でいきます。こんなんでいっか、5個だよね。オッケー、これで。これはあんま火力出さんやろ、さすがに。あ、ルルシュ&シーツあれなんですね、冬ないんだ。いいね、ちょっとで耐えた。でシールド作られる。やめていただきたい。光属性になってくれました、ありがたすぎがちで。これつシーツ死ぬなよ。よし、でまた超打ち組む。これもう意味あんのかもう分かんなくなってきました。もうこれ待って、超打ち2個組めばいいんじゃない。これIQ2 丁、待てこれさすがに IQ2 丁です。これでここ行ったやろ。これは行った。これで2個組んだら2個いけんのかな、わかんないけど、いやこれは行くのかな。これシールド 100% ダメージになってる、これなってる。天才、ガチ天才、天才じゃない。すごい、週の色がな、マジ終わってんだよ少し。いや見てんなこれ、山本絶対山本見てるだろこれ。じゃあ適当に済まします。よし、こんなんで適当に済ましとくわ。僕の晩飯は、ちょ晩飯なんか外で適当に済ましとくみたいな。あんま軽く出すな。まあしっかり軽く出していく。さあ犯罪者かな。なんか水を飲んでる間にね、なんか敵がヤバすぎることをずっとやってきてるんですけれども、これどういうことですか。これ撃つ、君を守るための戦いを始める。これあえて上限解放しません。こんなんで、よし、これでちょやめていただきたい。すごいやめていただきたいね、あの人生を。あの本当にやめていただきたい、めっちゃやめていただきたい。ちょ待て、もうやめて、危ない。もうそれをさっきからそれをやってくださいよ、さっきから何やってんの。いやでも次アーニャ溜まってるんで、次シールドまた貼られて、猶予ある。いや猶予あるか、さすがに。あるよね、あるのかな、あるよね、あるのかな、あるあるよね。まだ猶予あるはず、さすがに。よし、なんかいっぱい回復の L 字も組みました。よし、これで削ってほしい。サッカー友情あるけど、アーニャはね、向こう勘ないから。よし、いいね。で、また盾張る。で、海空のあの、超追い打ち2個組ませていただきたい。さあ、輝いていく。さあ、牛の角も1本までみたいな。なんだろう、牛の角のも1本までってどういう時に使うんだろう。あれかな、なんか牛の角無料配布みたいな。ちょ、皆さん、牛の角は1本までですみたいな。それ以上はね、他のお客様の迷惑となりますので、なんかみたいな。そんな感じなのかな、わかんないけど。じゃあ、ここでこう組んで、こんなんでいっか。まあ、いっか。よし、これで。さあ、なんか木の分割はなんかできてました。オッケー、これで。いやー、いけんのかなこれで。さっきからいかないんですよね、これで。だよねー。いや、なんでこんなにいかないんだろう。火力優しすぎない、さすがに。あと、彦星のね、やってることが犯罪者なせいで余計なんかあれになってるんですけど。で、なんかフレーム裏溜まっちゃったし、なんか。じゃあ、ここで無効管組んどいて。よし、ここはもういったね。さすがにいった。回復の四つ消し入れとこうか。よし、これで。これで削って、で、その後何をやってこようが、もう、アーニャ使って突破ですよ。いや、素晴らしいね、ガチで。あ、そういえばあれだ、今ね、夜の8時半ぐらいになってるんですけど、そういえばパズドラのなんか、なんだっけ、なんだっけ、なんか、P チャレンジみたいな、山本 P チャレンジみたいなやつの生放送が今日あるんだ。今、8時ぐらいからやるって言ってたような気がする。まあね、今、ガン無視で動画撮ってるんですけど。で、まあ、突破でいいかな？ね。いいです。いきます。じゃあ、ここで、これ、フレイ使っとこうかな。ね。わー、フレイ使うべきか、使わないでいっか。
使わないでいきます。じゃあここで回復のこれ組んで、でこう木で蓋する、いいんじゃないこんなんで。イエス、これで。いや、いいね、うまいですよ。これ突破していただきたい。しかもなんかさ、あれあれらしいですね。なんか条件なかったっけ、山本 P チャンネル。なんかアカウントを1から始めて、でなんかコードギアスのキャラ限定だったっけ、まあ忘れたけど、で利き手を使うの禁止、右利きの人だったら左手で使っパズルしてくださいねみたいな感じで、表企画式をクリアしたらなんか豪華景品当たるみたいな、そんな感じだったよね確か。いや、いいね、僕もちょっとやってみたいな。でもね、なんかそんなね、お声をおかけさせていただけるわけもなく、なんか盤面汚くない、なんか全然ドロップがないみたいな。じゃあここはここでこう組んで、いいね、待って、おい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 、こんなんでいっかね。よし、なんか盤面がすごい悪かった。あとね、もう一個闇があればいけたんだけど、まあない時は T 字ですよ。いいね、ちょっとずつ削ってる、素晴らしいね、ガチ素晴らしいよ。まあ4コンボ原産地味にきついわここで。なんかあれですよね、なんかそのチャレンジする有名 YouTuber、 プロパズドラプレイヤーさんがなんか Twitter で言ってましたよね。なんか1回なんだっけ、1回でそのチャレンジクリアできたら、一発クリアだったらなんかなんだっけ、報酬上げてくださいみたいな、そんなこと言ったんだっけみたいな感じで、なんかコードギアスガチャを、なんか元々だったらクリアしたらコードギアスガチャ1回無料を配布しますみたいな感じだったんだけど、なんかあれですよね、星7以上に上がったみたいな。いや、ありがてえ、ガチありがてえ。これ打つ、シーツ死ぬなよ。で酒井雄二って君を守るための戦いを始める。よし、これでいこう。もう筆打つか、打ってもいいけど、まあ打たれる覚悟があるやつだけだから打ちません。打たれるの怖いです。いや、なんかそんなこと言うあれ嫌ですよね。なんか打たれるの怖いですっていうさ、ルルーシュマジ嫌すぎ。こんなんでいっか、待った、危ない。これで今気づいたわ、超追い打ち組んでないってね。ブラボー、いやガチ危ね。今のでね、半分まで、半分は言っていいのか、 1% までいったらガチ危なかったんでちょっと調整しました。危ないね今。でもいけないか、そもそも行ってなかったと思う。マイナス5コンボ減算はガチきつい。なんか敵の攻撃力高くないね。まあこのパーティーね、ダメージ受けきれるか全く計算してないんで、計算しとけや。マジ計算してないんで、普通に受けきれない可能性の方がでかいんですけど。じゃあ危ね、これでいっか。よし、これでさ、なんかえげつないぐらい繋がってるけど大丈夫。危ないね、うわ、なんか危なくない、これ耐えられないんじゃない、これ絶対危ない、もう攻撃しないするよね。よし、こんなんでいいんじゃないでしょうか。危ねー、負けたかと思いましたよガチで。いや、マジ危ないわ。なんかね、なんか自分で HP を1にするというバカタレスキルの あれがあるんで、ちょっとね、なんか危なかったんだけど、危ねー。オッケーさ、まあ1コンテまでだったら実質魔法石を使ったのが1個までだったらね、まあまあ全然いいですよ。魔法石1個でこの豪華報酬が当たるならば、まあそんなのはいいみたいな、まあ参加費みたいなもんですよね。魔法石1個でこの美味しい景品が当たる可能性のチケットをもらえるみたいな、そんな感じですもんね。危ねえ、なんかデバフ食らってんなこれ。つシーツ死ぬなよ。誰に言っている。でどうしようかな、これアーニャ打てないのか、これ相手何もしてきてないから。なるほどね。やばいな。じゃあこれどうしよう本当に。大丈夫かこれ、フレー使うか。私にも教えてほしいよね。さあフレー使っといて、酒井雄二も打っちゃうか。酒井雄二打ちます。君を守るための戦いを始める。よし、これで殴っていこう。さあここで組んだ、いいね。ちょっと待って、みんな本当に腕がかゆい。誰だよガチで僕の腕を噛んできたやつ、あの虫野郎ガチで、あの虫野郎。ここでこんなんでいいかな。よし、これでこれ無効貫通組む方が軽く出るよね。あんまり何も知らないけど、酒井雄二が無効貫通プラスあるから無効貫組んだ方が軽く出るかなと思って今無効貫組んでんだけど、
いいね、ちゃんとダメージも受けきれてる。これ打つ。なんかね、ボスが HP 半分に来た時に、操作時間奪ってくるんですよね。だから、フレー溜まってる方がいいかなと思って今フレー打った。ここで、いいね、うまい。で、ここ闇、いただきまーす。ガチ。闇が欲しくて、欲しくて。こんなんでいっか。よし。無効感と回復エルジさえ組めてたら負けない気がする。まあ、めちゃめちゃ負けてるんですけど、すでに。あ、いいね、闇の打ち込みが素晴らしく素敵。今ね、僕が一個危惧しているのが何かっていうと、敵が残り HP10% 以下になった時に、全員の上限値をまず下げるんですよ。で、まあ、それは、このルルーシャー C2 で返せるからいいじゃないですか。なんだけど、20億以上ダメージ吸収もやってくるんですよね。うん。それやばいなと思って。それガチやばくない？だから、アーニャがこれ、あと5ターンで溜まっちゃう。それがマジでまずいんじゃないかなと。だから、お前はアホなのだってね、これスキル名で書いてるんですけど。僕のことかな？ここ闇がある、ここに。じゃあ闇あるんだったら、ここでいただいてって。うん。なんか暇だから、超用地も組んじゃうか。超用地組んだり、ちょ、火力上がるしね。あ、火力のエルジャー組んで。うん、これで。よし、ね、HP 半分まで早く行ってほしい。いや、行ったら、まあ、フレー溜まってないけど、まあ、いっか。よし、これで殴っちゃ、ジュン。いい殴ら、ジュンです。ああ、待って。いや、操作時間奪われるのさ、関係なくない？操作時間固定なんだけど、アーニャ。操作時間15秒みたいな。じゃあ、何の意味あったんですか、これ。これ、何の意味もない、これ、本当に。何の意味もないって、なんかね、なんか有名な曲ありますよね。いや、マジ何の意味もないかもしれません、これ。これ、何のためにこれ僕、フレー使ったんだろう。あれ、アーニャの溜まる、なんか、スキル、裏が溜まっちゃうカウントダウンを進めただけっていう。いや、本当に、これだから人生って楽しいですよね。これで、アーニャか、あと4ターンか。いやでも結局打っても打ってなくても結構溜まってたのは溜まってたんじゃないかなと、まあそう自分に言い聞かせたい。 OK、 こう半分いってんだろう。絶対半分いってる。これ絶対いってるってみんな。スキル遅延とか、あ、待って、うわ、どうだったっけな、これさ、超根性発動した時にさ、アシストを剥がしてこなかったっけ。なんそんなような気もするんだよな、僕のこめかみの情報によると。でもね、所詮はこめかみなんで信用はできないですよね。うわ、どうだったっけな、なんかそんなような気がするんだよな。こんなんでいいや。よし、これで、うん、さあこれ頼む、アシスト剥がしてくれ、ガチ。いや僕の自分の記憶信用できないからあれだけどさ、これ剥がしてくれ、ガチ頼む。絶対剥がしてほしい、すごい剥がしてほしい。ありがとう、ガチありがとう、マジで嬉しい。もう選挙大好き、マジで。だから選挙の板バッグとか作っちゃう、マジ最高。これ死ぬなよ。さあカウントダウンはなくなりました、ここで。いやありがてえ、ガチで。でこれ木の L 字を組みまくって無効感組んどったらいいんじゃないかなと。ゲップ出そう。適当に組んで、うん、なんか闇がすごい気持ち悪いことになってるけど、いっか、繋がってんね、繋がってんね、めっちゃ繋がっとる。大丈夫かなこれ。いや、大丈夫か。さすがに、回復の L 字組んでなかったから、これ、なんか、受け切れませんでした。で、そんな面白いパーティーあってたまるかいって話ですよね。いや、受け切れるよね、さすがに。あー、危ないわ、ガチ。まあ、実は信用してなかったけど、自分のこと。オッケー、これって。死ぬなよ。まあ、これ、回復デバフ返し、じゃないわ。攻撃デバフ返したいんですよね、ガチ。君を守るための戦いを始める。まあ、弱体化多いなこれ。あー、坂雄二、今じゃなかったかな。うん、でもここは、もう坂井雄二の火力を諦めて、T 字をいっぱい組むしかないと思う。ね、じゃあ、ここでこう組んで、こうで、ここ！よし、これで。いいね、これ T 字組んだら弱体化は関係なくなるんで。いや、素晴らしいね。これはさすがに IQ5 万なんじゃないでしょうか。ね、これで、削る。あ、本当に優しいな、本当に。なんか抱きしめたくなるぐらい優しいんですけど、火力が。サウザンドプレス。いいよ、これつ。死ぬなよ。で、坂井雄二の上限値下げちゃう。まあ、無効感、これ、弱体化って2個入れたらやばいよね。じゃあ、こんなんかな？よし、回復の L 字も組んでるよね、これ。いいね、なんでこんな弱体化降ってきてるんだろう。誰かこれ、あれだっけ、ドルキョウ持ってないんだっけ。ない、ある、あんまりない、
全然ないとも言える。これしかないかも、ドロキョウ。え、ないよね、他。R は闇もある。木と水がないのか。木と水がないから、そこをね、狙い撃ちされて、さっきからこのあれなのか、弱体化が多いのか、わかんないです。こうやって。ただもう勝てる未来見えてきたね。さすがに勝てると思います。濃紺で勝つの久々だな。なんかすごい、なんかありえないぐらい噛んだんですけど。まあ、こんなんでいいや。よし、これで。火薬のエレジも2個入れた。いや、素敵ですね。ガチ素敵。ね、なんか月が綺麗ですね、みたいな。お前はただしブスみたいな。インブレイスオーラ。よし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 。こんな火力入んないっけ。なんかいつもより、なんか最初もっと入ってなかったっけ、ダメージ。死ぬなよ。上限値上げる。なんかあれなんだね。全員の上限値上げるっていうよりは、やっぱ一人がめっちゃ火力出すとかの方が、やっぱ火力出るんですね。なんか、ゴッドガンダムとか一人で75億じゃないですか。でも、一人で75億よりもさ、全員が50億の方がさ、響きいいじゃん、なんか。なんか火力いっぱい出すのかなと思ってたけど、やっぱりなんか、圧倒的火力みたいなやつが一体いた方がいいんですねって、今学びました。これで、これ 10%? いいね、10% じゃないの、ガチサンキューです。サンキューでーす。いや、ガチサンキュー、これ。これって、シーツ、死ぬなよ。いや、いいよ。これ暗闇チェック。闇。これは暗闇チェック。これ言うから、ね、全部闇。めっちゃ闇だったわ。すごい、めちゃめちゃ闇。なんか闇落ちしたのかな、山本。ダーク山本みたいな。俺はただの山本じゃないみたいな。ダーク山本だみたいな。誰やねみたいな。ここ木置いとくか。ここ木置いて。よし、これで回復のエリジ組めてるね。よし、いいでしょう。9大点ですよ、これ。あ、いいね。回復ちゃんとした。よっしゃ、それじゃあ最後行こうか。コンセントどこにあるみたいなこと言いやがって、お前。わけわかんねえこと喋ってんじゃねえ、バカたりが。よっしゃ、ダメ級。じゃあここ、アーニャ撃ちます。反乱軍は殲滅。で、落ち込み予知もつけちゃう。教えてほしいわね。シーツ、死ぬなよ。さあ、決めに行こうか。やぶねえ、これ闇なかったらどうしようと思いました。あ、ここだけ、これだけか、木。あとは闇。あー、いいね。さあ、じゃあ行こうか。これ闇ですじゃんね。これ闇だったはずなんで。で、これ回復多いな、すごい。回復がなんかすごい、回復が流行った時代か、これ本当に。こうですね。よっしゃー。さあ、気持ち悪い形の木の L 字も入れてる。無効感組めてる。これはさすがに、よっしゃ、カウントカウント。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。